2cm フラック38は1940年にナチスドイツで採用された合計 20mm の対空機関砲である。低空で来襲する敵戦闘機、戦闘爆撃機を迎撃するため、ラインメタルボルジヒ社の 2cm フラック30が配備されていたが、航空機の高速化に対応すべく、より発射速度の高い機関砲としてマウザー社が改良。 開発した。フラック30と同型の I 字型の方がに乗せられ、手動での全周旋回、マイナス20度からプラス90までの方針の不行が可能であり、不行手、即挙手、装填手、弾薬運搬手の4名で運用される。渦に示す二輪トレーラーに搭載された、本法は SD、KFZ251 や、マウルティアのような半層機車、また、クルッププロッツェや、 オペルブリッツのようなトラックに牽引されて移動する。本来は牽引用であるホルヒ 1A のような大型乗用車に現地改造で搭載した例もある。2センチメートルフラック38はフラック30同様に陸軍、海軍、空軍、武装 SS の各軍で共通運用され、要塞や対空陣地、各種車両や列車、艦艇に搭載され、幅広く用いられた。 また、対空任務だけでなく、地上目標に対する制圧、支援射撃用としても、威力を発揮した。しかし、フラック30より、発射速度が上がったとはいえ、相変わらず20発入りの箱型弾装を使い、実用発射速度も180から220発、踏んでしかなく、本砲を4門並べた2センチメートルフラックビリング38に発展することとなった。また、本砲を、 戦車、装甲車の手法用に改造した 2cm KWK38 も生産され、後期の通号戦車や38偵察戦車、装輪装甲車、装甲ハーフトラックに搭載された。バリエーションとして、高架量兵や山岳両兵向けの軽量型である G バージェスフラック38があった。 通常型と異なり牽引用の台車は不要で、台座部分にある車軸にホイールを装着できたが、速度の速い自動車には対応しておらず、馬まやらば低速のアーストラクターでの牽引に用いられた。射撃時にはホイールを外し、折りたたまれていた三脚を展開することで、全周旋回が可能となる。放火や棒立ては小型軽量化され、放手のシートは、 フラック30のように砲の真後ろに移動していた。砲と砲側、三砲のように容易に分解が可能で、人力での運搬も可能であった。本砲は車両に牽引されるだけにとどまらず、各種の自走砲に搭載された。最初にハーフトラックの荷台に搭載したままで、射撃可能な対空自走砲型の2センチメートル高射砲、搭載1トン牽引車が開発された。さらに愛護戦車。 A 型と38系戦車系の自走砲シャーシに搭載した対空戦車が作られた。愛号戦車をベースとしたものはドイツ軍に制空権のあった対戦初期に生産されたため、主に地上戦闘の火力支援に投入され、スターリングラード攻防戦で前車が失われた。一方、38自走砲は対戦後期の敵航空機に対し火力不足でありながら、 ドイツ軍が航空優勢を失っていく中で、対空車両の需要に供給が追いつかず、終戦まで使用され続けた。このほか、現地改造のレベルで、大型軍用車両やトラック、走行ハーフトラックに搭載されたものもあった。ジーバージスフラック38も、アースやシュビムワーゲンに搭載しているものがあったのが、写真で確認できる。ありがとうございます。